朝ドラ・『トト姉ちゃんあらすじ予告』第154話「花山の口ず筆記するつね子」9月29日木放送文「危機物語」花山が取材先で倒れ自宅療養を強いられる中で完成した「あなたの暮らし戦争特集号は」は創刊以来最高となる販売部数を記録悲願だった100万部を達成しました 戦争特集号の成功に心から満足し読者から寄せられた感想に目を通す花山そんな花山に常子は告げました今後のあなたの暮らしのためにもしっかりと養生し健康を回復させてほしいと月日は流れ1974年昭和49年冬常子たちや家族の願いも虚しく衰弱が進んだ花山は ペンを握ることも難しくなり口述筆記で原稿を書くようになっていましたそんな中原稿を受け取りに自宅にやってきた常子に花山は後書きの口述筆記を頼みますわずかに残された力を振り絞って言葉を口にする花山その花山の言葉に遺言めいた響きを感じる常子でした